グリトビ県にある教会南極の宗教では、南極における宗教について述べる。南極には、様々な崇拝するための場所があり、祭祀と宗教建築を建てることへの需要が増大している。ビロー4 0ズサウスゼアイズノーロービロー5 0ズサウスゼアイズノーゴッドという名言があるにもかかわらず、南極大陸の探検は、実際には、 多くの信者からの宗教活動による寄付と密接な関係があった。いくつかの初期の宗教建築物は重要で、歴史的な記念建築物として保護されている。エヴァンス・岬にある十字架、エヴァンス・岬のウィンドベインヒルにある十字架は、アーネスト・シャクルトンによって1914年から1917年まで活動した帝国南極横断探検隊のうちの一体で、 ある、イニーアス・マッキントッシュ率いるロス海死隊によって死亡した3人の隊員を記念するため、その付近に1916年に建てたものである。この十字架は、ニュージーランドとイギリスが南極条約協議国会議へ提案したことにより、南極史跡記念物の HSM-17 に指定されている。南極発の完璧な祭祀は、1947年にアメリカ海軍の少佐である。 ウィリアム・メンスターによってハイジャンプ作戦の最中に行われた。設営されたテントの中でキリスト教の祭祀が行われ、その中で彼は南極大陸を奉献した。彼が世界的な祭祀を主導することができるよう、様々なキリスト教の宗派からお,およそ2000人が使えた。雪の聖堂は大抵はクリスチャンワーシップに使われるが仏教と バハーイー教の儀式に使われたこともある。チリのキャプテン、アルトロプラット基地にある木製の十字架と、アワーレディオブ・ザ・カーメルの像のように、いくつかの建築物は歴史的に重要で保護されている史跡に囲まれている。興味深い点として、ムスリムの不都合がある。パキスタンの計画により、ジナ・アントクティック基地へムスリムが来たものの、大陸と離島を含めた南極にはモスクが一つもなく、 ムスリムの要件が南極圏の中では満たせないのである。フォークランド諸島にあるクライストチャーチ大聖堂とクジラの骨でできたアーチ1900年頃、捕鯨基地や探検隊の駐留地が広範囲に建てられた。第二次世界大戦の後、いくつかの軍事的な探検旅行がこの地域で行われた。1957年から1958年の 国際地球観測人の東側と西側の科学的な交流がかなり遮られていて民間の科学探査がずっと寄与していた冷戦中の長期間に終わりを告げた。1950年代以降は大部分の南極基地が調査研究のためだけに建てられた。この地域に泊まる期間が延びたことにより研究員は何ヶ月もずっと家族と離れることになり、 非常にストレスを感じることがあり得るようになった。南極で地球物理学の調査を長い間行っていたイエズス会の会員が初期の南極の任務にも協力したことがある。特筆すべきイエズス会員の地震学者はエドワード、A ・エブラッド・レートヘンリー・カイ・バーケンハウアーとジェイ・ヨゼフ・リンチとダニエル・ジェイリ・ニハンなどが挙げられる。南極収束船以南。 かつ、南位60度以北に立った、最初の教会は、ケルゲレン諸島の本島にあるポルトをフランセに立つ、EN、ノートルダム・でベンツと、サウスジョージア島のグリトビ県にある、ノルウェー国教会の教会、EN、ノルウェージャンル・テラン・チャーチである。何年も放棄され、この地域の過酷な風雨による風化にさらされた後で、グリトビ県の教会は、サウスジョージア博物館の管理人と、 ボランティアにより1996年から1998年にかけて修復され、その後は時折ある教会で行われる礼拝と結婚式で使われている。南極収束線以北にあるいくつかの教会は南極地域も受け持っている。例えば世界で最も南にある、聖公会の大聖堂である、スタンリーにあるクライストチャーチ大聖堂は、フォークランド諸島だけではなく、 サウスジョージア島とイギリス領南極地域をも受け持つ教区教会である。南米大陸本土最南端で、フエゴ島のすぐ北にあるプンターレーナスには、ローマカトリック教会の大聖堂があり、地理領南極を受け持っている。21世紀に入ると、キリスト教徒は次第に教徒のコミュニケーションをインターネットで行うことに目を向けるようになった。雪の聖堂から外を見る南極には、 礼拝するための宗教的な建物がいくつかある。南極に近いが、南位60度以北、つまり、南極条約の範囲外にある島にも教会がある。サウスジョージア島のグリトビ県や、ケルゲレン島のポルトフランセなど、バラムスキー島とそこにあるハチタン十字架とイバンカマラの、墓石を望む南極には90近くの基地があるものの、半分は火器にしか使われていない。 ほとんどの観測基地には宗教的な集会にも使える小さな会議室がある。大きな基地や集団では宗教用に鉄のコンテナを区面し別個の部屋として使っている。ワールドワイドアントクティックプログラムは南極大陸の寺の場にあるマリオズケリー基地にカトリックの教会を建てることを提案している。その一方で、 アルゼンチンのエスペランサ基地には1976年にカトリックの教会がある。世界で最も南にあるキリスト教の教会はコーツランドにあるアルゼンチンのヘネラルベルグラの通基地にある。すべてが氷でできた常設のカトリックの教会である。ロストーのマクマード基地にある雪の聖堂は1956年に建てられたキリスト教の教会でいくつかの宗派で使われている。 カトリックのサービスもプロテスタントのサービスも提供することができる以外に、例えばモルモン教、バハーイー教、仏教などの他の宗教の集会も許可されている。さらに、アルコホーリクスアノニマスのような世俗的なグループも使用してよい。この教会は1978年の火事の後に再建され、1989年には新たに清められた。他には、 シーモア島のマランビオ基地にあるカトリックの教会、EN、チャペルオブサンチシマビアヘンデルハン、アンタルクティカや、サウスシェトランド諸島のビジャ、ラスエストレージャスにあるカトリックの教会、サンタ、マリアレーナデラ、パズ教会がある。サンタ、マリアレーナデラ、パズ教会はコンテナを再利用した教会で、36人、入れる。A ビューオブトリニティーチャーチ、2005EN、 ソビエトアントクティックエクスペリションの間、宗教活動は休止されていたが、ソビエト連邦の崩壊と中東王の共産党の崩壊とともに変化していった。サウスシェトランド諸島のオフリドのセクリメント基地にあるブルガリア正教会の教会、リラの聖意を安静堂は2003年に建てられた南極大陸発の東方正教会の大建築物である。そしてこの教会は、 ウクライナのベルナツキー基地にストリートバロデマー教会が2011年に立つまで世界で最も南にある東方正教会の礼拝施設だった。バラムスキー島の墓地はこの地域で最も重要な記念建造物の一つである。位置を示すために八単十字架が立っているソ連とロシアの南極探検において隊員として職務を執行する中で死んだソビエト連邦。 チェコスロバキア、東ドイツ、スイスの民間人、約60人の墓がある。南極条約協議国会議における、ロシアの提案に従い、南極史跡記念物に指定されている。2002年、アレクシー2世は、南極のための寺院を、と恋求め、サウスシェトランド諸島の一つであるキングジョージ島のベリングスハウゼン基地にある、 ロシア製教会の教会のイタリ産者制度が創始された。教会は広範囲から見られる場所にあり、モスクワ総主教により管理されている。最初は一人の聖職者により管理されていた一方で、今は二人の聖職者がサービスを管理しており、一年ごとに交代している。彼らは基地全体の維持管理にも貢献している。2007年1月29日、チリ人とロシア人の間で、 南極大陸発の教会での結婚式が行われた。初の洗礼もここで行われた。昭和基地には神棚があり、主に年末年始や悲願の際に祈られる。また大晦日には除夜の鐘もつかれる。この際、鐘にはドラム缶を代用する。極地研究家のカヌバカツイは南極神社や昭和神社、あるいはそれに値する寺院を建立する計画や、 必要であるという意見は聞いたことがないとしている。ありがとうございます。